アイテム番号。SCP-44。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。常に一定量、水素イオン、非結合の酸素原子、それからその他微量の有力からなる気流が SCP-44 の方向から流れ出しています。これゆえに、SCP-44 の接続課題はよく換気し、危険な気体や蒸気が蓄積するのを防いでください。方向カバーは常に取り付け、鳥や小動物が SCP-044 の大きく開いた方向を探り回ったりしないようにしてください。ほい、200。SCP-044 は、財団が保持する、年の間、何も重大事件を引き起こさなかったので、SCP-044 は政府に再分類されました。本当に、重大事件、を定義しなきゃいけないのか？収容手続きと標準安全プロトコルが守られていれば、44が何か他のでかい方よりも危険だなんてことはないように見える。ああ、ベア事件は数に入れてない。応募。説明。SCP-44 は遊弾砲であり、第二次大戦の最終段階で秘密裏にグループ社のエンジニアにより製造され、その監督はアドルフ、ヒトラー政権下ドイツの軍需、軍事生産大臣アルベルト、シュペアが私的に行いました。SCP-044 は、その大きさ、25万1000kg あるいは247トン、ゆえにばかりではなく、非常識な砲弾を非典型的な射出方法で発射するゆえに、個性的なものとなっています。砲弾を装填する砲を持つ代わりに、砲身後部は強力な空気圧縮機室に作られています。任意の物体あるいは一軍の物体は、大きさが適当なら、SCP-44 の方向に弾薬として込められるでしょう。その大きさゆえに、SCP-44 は線路上に置いたまま見せざるを得ず、また動かすには2体の貨物機関車が必要です。研究者たちは、SCP-44 の方向に込められた任意の物体は分子結合や原子結合を弱められてしまうのだと信じています。しかしながら、SCP-44 が分子結合に影響を及ぼす方法については知られておらず、これは主に SCP-44 の筐体及び駆動部が大量の複雑な機構よりなっているがゆえにです。実際、いくつかの機構は役に立ちそうもなく、見たところただ回転し騒音を立てるばかり、そしてそれは SCP-044 に電力供給していない時ですらなのです。SCP-44 方針内部を探索させたところ職員は装備品ともどもその最中に消失しました。SCP-044 を発砲すると、方針内の全ての物質は高速度で射出され、その量はまるで赤なめくじが育っていくようであり、そのサイズは方針に込められた質量に対し指数的です。固体化地面に命中したところで、そのなめくじは砲弾のそもそもの質量に比例する威力で爆発し、質量、エネルギー変換効率は、パーセントを下りません。そしてまた、威力は方針内になめくじが留まっていた長さに応じいくらか増大します。最もよく知られた威力の発揮が達成されたのは、管理官の、私物の8900kg、19500L B、あるディーゼルピックアップトラックを完全に SCP-44 の方針の中に込め発射した時のもので、画像はその、実験、の様子です。